にせよ、日系です。カンナムのショッピング街から少し上の方に行くと、外国人も行きやすい初心者向けのカンジャンケジャンのお店があります。お店の名前はコッチという名前で、お客さんは日本の方が来られてたぐらいグローバルウェルカムのお店。ちょっとお高いから手を出しにくい感もあるカンジャンケジャンを思い切って楽しんでいく日にします。それでは中に入っていきましょうか。カジャー。音楽もかかっていない静かな店内、ちょっぴり寂しい感じもする雰囲気は否めないけど、お客さんが多いと活気ある店内になるんじゃないかな。ただメニュー表に記載してある価格はそんな寂しさなど気にならなくなるほどの高価格帯メニューばかり。もっと高くなる前にカンジャンケジャンを食べに来てて正解だったかもしれない。そんなことを思っていると続々と料理が登場。ご飯とスープも含めた10品のおかずとともにやってきたカンジャンケジャン。1匹だけしか入っていないけれど、それぞれの足にはキラキラ輝くオレンジ色の卵がぎっしりと詰まっている。おかずとして添えられた料理たちもそこそこ量多めに入っているから、これなら1人3万6千ウォンでもいいかなって思ってしまいます。ご飯泥棒と呼ばれている、味が濃厚でお米必須なカンジャンケジャン。休日のお昼時から食べるという、まあ贅沢な時間の使い方。そんな時間を素敵なものにできると期待して、早速こちらのカンジャンケジャンをいただいていきましょうか。チャモッケスミダー。カンジャンケジャンを食べるときは、お箸など使っておられないです。日本でカニを食べるときも、手で食べるのと同じで、カンジャンケジャンも、がっつり手を使ってむしゃぶるように食べる。もっと上手な食べ方があるのかもしれないけれど、手で殻の部分を押し刺しつつ吸うように食べるのが一番しっかり食べれる方法だと思っている。だから手がすごく汚れてしまうのは否めないから、気になる方はナイロン手袋をもらうようにしましょう。そうやって美味しさをダイレクトに味わえる食べ方で食べたカンジャンケジャンは、ちょっと甘さも感じる濃厚なタレが全体に染みてて、頬がツーンと美味しさで痛む。プリッとでもなく、プチッとでもなく、ふにゅっとした身が中にたっぷり詰まってるから、口の中はカンジャンケジャンでいっぱい。唐辛子が入っていないから特に味にアクセントはなく、安定で定番なカンジャンケジャンを楽しむことができる。ただ、このカンジャンケジャン、先ほども言った通り、ご飯泥棒っていうのがあるから、お米と一緒に食べるのがかなりやみつきになる味。ご飯にかけたら絶対美味しいだろうなっていうタレを加えつつ、カニの身をお米の上に上陸させることができれば成功です。あとはお箸でお米をたっぷりすくってあげて、そのまま一口で食べると、ひんやりしたカンジャンケジャンとホクホクの温かいお米がマッチし、噛み締めたくなる美味しさ。特に美味しいと感じる要因はやはりタレ。ただの醤油じゃなくちょっと甘めだけど、それは砂糖のような甘さじゃなくフルーティーな風味も味わうもの。そのタレがお米の美味しさをさらに引き出してくれるから、もちろん海苔との相性も抜群です。タレが染み込んだ海苔でご飯を包み込んで食べる一口は何物にも勝る一口。宮廷料理として扱われていたチャプチェ、これも日本人は好きな方が多いから嬉しみあふれるおかずですね。こんなのご飯足りないんじゃないかなって思ってしまうほどお米が澄んじゃうから、ご飯泥棒っていうのは伊達じゃなかったみたいですね。一つ一つのおかずの味も美味しく、ランチとしては十分楽しめるカンジャンケジャン。ちょっとお値段高いけどしっかりと楽しめるから、そこはもう十分いいんじゃないかなって思う。
総じて美味しく、久しぶりに食べるカンジャンケジャンはやっぱりいいものだなって思いながら、どういった部分がおすすめポイントになるだろうと考えると、出てきたまず一つ目のポイントは、ぎっしり詰まった身。たっぷり身が詰まってるからこそ美味しい一口を生み出すことができるから、身が詰まってるかどうかは結構重要になりそう。これであまり身が詰まってなかったら感情を動くことなくお店を後にしていたはずです。二つ目のポイントは、日本人も来やすいところ。値段の高さはしょうがない部分だから何とも言えないけれど、みんながよく行くカンナムのコー X から近く、店員さんも外国人慣れしてるから注文もスムーズです。そうして美味しいカンジャンケジャンを味わえるから、韓国初心者の方でカンジャンケジャンをトライしたい方におすすめできます。そしてカンジャンケジャンは締めと言っていいかわからないけれど、甲羅にお米を入れて楽しむ方法もある。カニ味噌がついた甲羅にタレをかけて食べると、ちょっと苦味も加わって、先ほどマリアにはなかったアクセントある味わいに変わります。正直苦いものが苦手な僕にとって、カニ味噌は人生避けてた料理の一つ。そんな僕でもカンジャンケジャンのカニ味噌はまだ苦味が強くなくて食べやすいから、この食べ方は一度経験してしまうと必ずまた味わいたくなる中毒性。ここにカニの身を入れて一緒に食べるのもよし。いろんな美味しい食べ方が模索できるカンジャンケジャンだからこそ、美味しく食べれる方法も人それぞれ。その中でもやはり僕はこうやってタレと一緒に食べるご飯が最高の一口を生んでくれます。グローバルウェルカムなカンジャンケジャンのお店だからこそ、本当に初心者の方には行ってほしいお店です。チャーマが進みだ。この日は正直な話、5万ウォンのカンジャンケジャンを食べに行くかどうか迷ってた。なぜなら超個人的な話、誕生日だったっていうのもあったからです。ただ5万ウォンのカンジャンケジャンはさすがに敷居がちょっと高く、いくら韓国旅行でテンション高いと言っても5万ウォンのカニをフッカールで食べに行くことは稀だろうと思い、今回の行きやすいお店をチョイス。まあシンプルに5万ウォンは高いから避けてたっていうのもあるけど、ちょっと気になっているのは否めないから、冬あたりにトライしてみようかなと検討して早々終わりたいと思います。それではご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョー。